どうもピアキングです。今日はこのコースやってきます。ショディ・トールス壮絶な物語ということですね。まあこの制作者さんがショディっていう名前だからそれと掛け合わせてんだろうね。でこのコース2023年9月の9日にダウンロードしたものなんですよ。9月9日といえばそう大量バグトロール投稿のイベントがあった日なんですよ。その9月9日から温めてました。温めすぎなんだよ約半年間ダウンロードしたコースに入ってたからね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0% だからおそらくこのコースはバグが来ると思うんですよ。いやバグコースなんてめちゃめちゃ久しぶりじゃない。最近バグなし騙しコースばかりやってるからさ、すげえ楽しみなんですよ。何何速攻でもう先進めねえじゃねえかこいつは何を開幕向けたバグでもなんでもね、ドシンプルな罠に引っかかっちまったぜ。じゃあバネで敵を押し返してくると思ったけど意外と何も来ないのね。この上の50コイン怪しくないですか。一旦取ってみようか。取っても特に何もならない。この音符はもう何もするな。50コインの方なんて大体罠に引っかかるだけじゃねえか。この右側に行ってみようか。なんだお前今さこの砲台おかしな出てき方しなかった。じゃあメット受けるとどうなる。いやこれは右に抜けられるんじゃないか。まだやらせてくれるんだね。こっから右にダッシュしてしゃがんでいけば抜けられるんだ。もうちょっとか、もうちょっとか、もうちょっと、こっからもうちょっと右に抜けられる。これはバグじゃないのかい。砲台がいるのに砲台が出てくるなんておかしな話ですよ。じゃあメットを蹴った瞬間すぐ右に逃げる。そうだろ。そしてこのすぐドアに入っていくんだ。ドアに入れないよバグ。これさ右の音符踏んだらなんかなんのかな。踏ませてくれよ。多分何もならないと思うんだけど。じゃあ下からドアに入りますと。でキノコを持ってこいみたいなこと書いてるけどキノコなんてなかったよ。この先にあるっていう話かこいつは。何何何何、特に何もない。この近くの枠は何だい。そういや最近ダイエットの勉強してるんだけど、いや別にね太ってるわけじゃないのよ。でも面白くてついつい見てしまうんだよな。で最近流行ってるのが塩抜きダイエットっていうらしくて、塩分を取っちゃいけないみたいな。いや塩分取ったらいけないってマジできつくないか。だってさ醤油とかもダメだ。大丈夫か。塩分を抜く前に僕のドキモを抜かれてしまいましたね。ごめんちょっと噛みそうだった。だから醤油とかもいけないし塩コショウもダメ。もうソース系は全部ダメなんだよね。じゃあどうやって料理の味付けしろっていう話だよな。待ちなさい。戻れんのか。あだー。でもねその塩抜きダイエットっていうのは最長で3日までらしいんですよ。まあ塩分を控えちゃうと体調不良がね起きてしまうかもしれないから。でも1日で1キロ2キロぐらいは痩せるらしいよ。それめちゃめちゃすごくない。僕もねお腹が少しだけ出てきた気がするからさ。大丈夫かこれ。お前バレ仕事せよ。よっあのバレいい仕事するね。さあ右に行きましょう。お前はなんだ。危ないね。さっきから神回避が続いてるな。で、あのバネがなんか来たけど、頭に乗せて、かわいい飾りだね、シュエジ。ちょっと乗せてよ。これ、ちょっと、危ない。よしよしよし。で、この時間は、取らせてくれる。なんだてめえ。はっきり言わせてもらおう。私、かっこいいわけでもないし、かわいいわけでもない。そして肌が綺麗なわけでもないんですけど、美容のことだけは、マジで大好きなんですよ。ゲーム実況じゃなくて、美容系のチャンネルを開設しようかなと考えたこともあるぐらいですよ。さあ、ここで魚を避けろ。そしてこの上に行けば、中間ポイントが取れるんだろうと思ったけど、なんか怪しいものがあるな。まあ、中間ポイントを取る前に、叩いてすぐ右に行ってみようか。あれ？なんもないの？上はこれ。やめてよもう。君は何を出せる鉄器を出てきた。何の美白ケア使ってる。こんなことばっかり言ってたらさ、こいつ男のくせに気持ち悪いとか思われそうだよな。だからこの辺でやめておく。さあ中間は、やっほーさあ中間は取るのさ。それはわかるか。右ダッシュするといけないっていうことがわかった。ならここでとどまっておく。そしてパワー発動すればいいだけさ。左の土管がすごく気になる。あっちはなんだ。そこ鉄球が出てくんのね。じゃあ左の土管は土管に入れませんね。そういやね、今週お父さんとご飯食べに行くんだけど、お父さん酔ったらいつもこんなこと言ってくるんだよね。ゆうちゃんは子供の頃いつもね、泣きながら風呂でうんち漏らしてたよ。なんでお父さんとかお母さんってさそんなことばっか言うんだろうな。俺はなーにおっちんだろ。
すいません食事中毒だ。こんなどうでもいい汚い話をしてしまって、こんな話が聞きたかったわけじゃないですよね。お前も俺に謝れや。さーて、ここをどうやって抜けるかって話なんですけど、隠しブロックを叩く、そして上から土管に入っていく、たったこんだけの話ですね。分かっちまえばぬるぬるのぬるゲーなんですよ。なんか出てきたな、ケツマシンが。お前はパンに当たってやられちゃえばいいさ。左の土管は何、あそこ入るの確認しておけばよかったな。右からなんか出てきた、一旦こっち逃げておこうか。これもしかして上、やっぱりあるよな。右の方に行けばよかったの。でもさ、矢印左って書いてたし、ここ知りたい級だし、もうこういう丸この丸丸ダメだって、マジでツボなんだって。でも意外とすんなり進めちゃうな。で上に行きの、上には何がある、アンチ、分かってんだよアンチなんて。でこのバネを抜けていきます。これさ、下になんかやられるやつあったっけな。なんもなくね。あの針に当たれっていうことね。はいはいはい、まあ、そんなに難しくなかったような気がするぜ。この丸丸と隙間はね、しゃがみジャンプすれば簡単に先に進めるんだ。死に耐久名人を食べるんだ。いや右の土管もすげえ気になるよな。この上でドッスンが避けれるんだよね。で右の土管に入れるかもしれない。いわばここは三択ですよ。右、真ん中、左の。こっちの土管は入れませんけど。なら左の土管に入っていくしかないよな。ジュニアを踏む、そしてこのくぐるでパーブロックを破壊してもらってすぐに土管に入ろうか。いや今日のトロールコースめちゃめちゃ綺麗なトロールコースだよね。ジャニー、僕の動画さ、開始から初見の方が逃げてる人がほとんどなんですよ。いやマジで、これあ、なんか上から行けなかったね。あ、わかった、上なんかブロック出た出た出た。何よこれ、全部隠しブロック、しかもキノコも出てくる。うぜーもうこういう死に耐久か、キノコを避ける死に耐久か。でもそんなのぬるゲーなんだよ。だから動画の冒頭はね、今後真面目にやっていこうかなと考えたんですけど、動画の冒頭でついてこれない人は動画の最中に絶対ついてこれないよなと思ってやめました。だからいつもと結果何も変わらないということですね。さあこれ両方叩いてみようか。一気にちゃおう。なおさいって、もうちょっと罠早く来てくれてもよかったんだよ。このイシエイジは何をしてくるんだい。ブンブンちゃんを倒して、あー終わったでしょ。もう頼む、ガチロックだよ。優しすぎだろこのコース。さあ中間ポイント2もゲット。そしてなんかさっきと一緒の場所だよ。またここに入っていけばいいの。どうしようか。うわ右に行きて、でもさっきと違うね少しだけ。うぜえ、これさっきと一緒かな。見るからに一緒っぽいよね。まあ一緒だったら飛ばすわ。でも一緒じゃないことを期待して僕は喋り続けたいと思いますよ。さあこの上は、なんか一緒っぽいな。一旦右に行ってみようか。このまま右に行きの、ここそんなに難しくないんだよな。あ、ただ針があるだけ。じゃあここ飛ばします。みんなガチで分かったわ。さっきさ、下が新耐久だったじゃん。だから今度は下が正解だと思いますよ。土管に入れませんよ。何が詰まってんだよそこ。カメラマークちょっと左に移動して見せてくれよその中を。じゃあこの上はなんで。1回目のこの場面全部外して2回目も全部外すって逆にすごくないか。お前ちょっと移動しろよどうせ。びっくりした、あいつずっととどまっておくのかと思って。なになにこの隠しブロック、この上もあるんじゃない。ないのか。じゃあジャンプして土管に入っていきます。意外とないもんなのね隠しブロックって。さあ次は音符を踏んでいいのかな。でも踏む以外ないよね。上からツタが出てくるとか。一番右にメントが出てくるっていうことが分かりましたよ。じゃあここでメントをかぶればいいだけだ。かぶれるかこれ。そしてこれ、うわどうしよう、もう叩いてもいいことないような気がするんだけど。余裕なんだよ、メットの力を舐めるんじゃありませんわよ。でもメットをかぶることが実は不正解ですとかいうこともない。頼む、隠しブロックないで。このバカチンガー、実はですね、今バカチンガーって言ったワードリクエストなんですよ。このバカチンガーとかいう絶叫が聞けて満足かい。そんなことを求める君はどうかしてるぜ。いたキノコ来ると思うじゃん。じゃあ隠しブロックを叩くじゃん。でキノコを右側に泳がせておいでいいんじゃない。こっち側来させようか。なんか魚こっち来てんな。なんか夜やべえな。よくかわしたぞピオキング。で上の音符も気になる、こいつはなんで。フラワー様、
フラワー様取っていいんじゃない？このまま行こうか。うわすげー気になるよな、あの隙間なんだろうな、この部分何？何にもないね。こんなとこ行ったら罠って言うのは分かってる。だから絶対行かねえぞ。やめろ、俺の左手気になるからって行くのをやめろ。絶対罠だって俺のバカ。だがこの下に入らないとコメントでごちゃごちゃ言われちゃうもんね。入ってもごちゃごちゃ言われちゃうんですけどね。まあどっちもどっちですよ。でここでチビになりーの、うわこれどうしようか、走って行っちゃっていい？おいけいけいけ、おかげやめろ。出た出た出た、そういうのいらってよ。この砲台の下に扉があったのが見えたぞ。そこがゴールなんだろ。分かってんだ、ゴールを見せろ。さあゴールだ、来た。上にゴールが見える、叩いてみようか。危ない、あれあのサッカラー、さあこのサッカラーは無視しておいて、そこがゴール。うん、バーガール、うん、いけないよこれ。うわぁ頼む、こっち来て。そうそうそう、君はいい子だね。僕は上からゴールしたいと思う。いやいや、まだ大丈夫さ、まだ上から行こうじゃないか。もう危ないって、もうもう素直にゴールさせてくれよ、これゴール。やっほ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 。このゴール前はそんなに難しくなかったね。っていうかやられる要素が魚ぐらいしかいなかったんじゃない。素晴らしいコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ、シーソーと靴。サムネを見る感じ、シーソーの上に靴を履いたクリボーがいて、手前にバーが2つあるんですよ。だから靴を履いたままシーソー、もしくはバーを越えてゴールしろっていうコースだと思うんだよね。いやこんなん見たことないよね、なかなか抜けれないんだろうな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.26%。 やっぱりゴール条件は靴を履いたままゴールか。ってことはテクニックっていうより謎解きコースだと思うんだけど、さあこの靴を履いたままどうやってシーソーもしくはバーを越えるかなんだけど、普通にシーソー乗っても下には行けないよな。やっぱそうだよな。でバーの向こう側にも行けない。これどうしよう、ギリギリからギリギリを越えて。わけわからんて。クリボーを踏むタイミングがめちゃめちゃ重要になってくるみたいな、そんな感じかな。一旦右にやってみようか。右にやるとクリボーは右には来れない。じゃあもう踏む以外ないよね。でこの場所、この場所で脱いで、あ、わかった、こっから靴を履けばいいんじゃない。ギリギリで落ちるじゃん。そしたらバーの向こう側に越えれますみたいな。いや無理か、これギリギリでさバーの向こう側行けねえから。うわ絶対無理だね。じゃあ先っちょでヒップドロップしてみるわ。ここでヒップドロップ、ヒップドロップで抜けれる。抜けすぎなんだよ。本当にわからん、これもう分かってる人いんのかな。一旦ここで脱いでみようか。でさっき先端で落ちたから先端で履いて、そっから右下抜けれますみたいな。もうそれ以外ないと思うんだよな。だから先端で脱いでみようか。うん、ちょっと履きすぎだって。もうちょっといい、そこそこそこ、いいとこいいとこで、ちょっとギリギリまで先端まで行って、こっから右下。お前抜けろよマリー、もう履かなくていいって。うん、ここらへん、これいかん、もうちょっと先か。あ、いや絶対にこれでやってると思う。さっき先端で抜けることができたんで、この場所だ、ここから履いて右下抜けられるんだ。わけわかんないよ、どうすればいいかわかんないよ。僕はね、もうこれ以上左に行ったら落ちちゃうんだって。もっと先端行け、この以上だから。いや先端で何かするのは分かってんのよ、一番右追ってもしょうがないもんな。この先端で靴を置きます、こっから履いてみようか。来たー、攻略を見つけたぞ。攻略をさえ分かっちまえな、もう勝ちの番よ。先端で靴を脱ぎ捨てられた。まず先端で靴を脱ぐ、そしてこっから斜めジャンプすれば右下の方に抜けれるっていう話だと思うんだけど、それがめちゃめちゃ難しい。この辺か。よっしゃー。いやこれ作ったのマジですごいと思う。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースは一発マリオ、モグラ踏み。説明文にモグラ叩きならぬ、まあここでどうでもいい話をするんですけど、ゲームセンターにあるモグラ叩きとかワニワニパニックとか、私めちゃめちゃ好きなんですよ。あれ超面白くない？まあその話は置いちょって、サムネを見る感じモグラがいないんだよね。まあチョロプーのことだと思うんだけど、どっかで見つけて踏んでゴールしろっていうコースなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.92%。 いやチョロプーを踏むだけなのにクリア率が 1% 未満ってなかなか難しいんじゃない。でチョロプーを2体1体じゃないの。まあまあ2体でも3体でも倒してみせますよ。チョロプーいないな、なんか来たな。あれを踏めってこと。なるほど、そういうことか。うわ降ってくるやつ踏むとかなかなか高度だってな。こっちは踏ませろ踏ませろ。
うらさら踏んだぞ。次はうらさら、てめえらいい加減にしろよ。ザコの分際で俺に語るとはまだ。ザコは俺か。落ちてくるタイミング見極めます。音楽で見極めよう。ティレティレティティーンティーンで踏んで、だってティティーン。もうね、自分が何を言ってるか分かんねえのよ。でももう分かったさ。テレ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 テテーン、テレテレテーン。あのね、2体目がマジでむずい。1体目はねむずいのよ。そろそろクリアテイク見せちゃいます。何度も同じ場面を見せるとはまだ。よっしゃめちゃめちゃ気持ちいいね、これ決まったら。楽しいコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。